イリノイ州シカゴ出身。12人兄弟の11番目として生まれ、母子家庭で育てられた。ダンバー実業高校時代は90勝1敗という、圧倒的な強さで死のレスリングチャンピオンになる。奨学金を得て、テキサス A&M 大学に入学するも1年で、退学。後陸軍に志願、憲兵として従軍。除隊後は、NFL のグリーンベイパッカーズでのプロ生活を、 目指したが、膝の負傷のため断念している。ニューヨークへ行きボディーガードの家業を開業し、レオン・スピンクスのボディーガードをしていた。モハメド・アリの紹介で、ロッキーさんにクラバー、ラング役で出演し、俳優となる。特攻野郎 A チームのコング・ボスコ、アルバート・バラカス軍装役で知られる。また1985年には、WWF のレッスルマニアに、プロレスラーとして出場。 ハルク・ホーガンとコンビを組んだ。ホーガンとはその後も特攻や漏洩チームで共演している。1995年にガンとの宣告を受けそれを克服している。奇抜な髪型とたくさんの貴金属を身につけるファッションも知られていたが、ハリケーンカトリーナの災害後は派手なファッションを控えた。2009年現在はアメリカのショッピング番組を中心に活躍中。 2014年3月17日、WWE の電動入りが発表された。ありがとうございます。